優しさを失っていた。ある夜、後ろに年取った物言いの女が来て、一夜の宿を恵んでほしいと言い、一夜の宿でバラを差し出しました。一夜の宿で、まるで王子様はそのみそらしい姿を馬鹿にして、宿を恵んでくり返すことしたのです。見かけに騙されて、人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。王女の身に草が急に消え、美しい魔女の姿が現れたのです。王子様は謝ろうとしましたが、これでした。魔女を罰として王子様は恐ろしい野獣の姿に変え、後ろには強力な魔法をかけました。野獣は自分の恐ろしい姿を忘れて、後ろの中に飛び込みました。この中に魔女が、花は咲き続けて、その花びらの最後の一枚が落ちるまでだが、王子様が愛するのが学び、そのような絵師に愛されるようになれば、この魔法の場でとなれるのです。魔法の場でとなれるその期限が過ぎたら、王子様は永遠に野獣の姿のままです。年月が流れ、王子様